うまくいかないのはっていうのには、まあいろいろな原因があるわけですね。で、まああの、今日が3回目なんですけども、まあサラリーマン編を中心にやってまいりましたが、ここでは万能編ですね、えー。それをやりたいと思います。えー、まあテニスの原理っていうのはやや万能的だったんですが、えー、三角形の原理っていうのはややサラリーマンに、まあ、特有のもの、まあ特有とは言えませんが、まあサラリーマンに多いものでありますが、 もう一つは、どこにも適用できるようなもので、自分が正しい原理というのがあるわけですね。人間というのは初めて遺伝子ではなくて頭脳で行動する動物としてこのように誕生してきたわけですが、やはり初めての作品なもんですからね、作品つっても変ですけども、進化でできた動物でありますから、少し脳に欠陥があるんじゃないかと思うんですね。その一つが、 人間というのは自分が正しいと思うことを正しいと認識するということと、まあ、自分が正しいと思うことを行動するということなんですね。まあこれ当然とも言えるんですが、大脳がありますからね。自分で考えてこれが正しいと思うことが正しいと思ってしまうんですね。間違ってても自分の頭で正しいと思ったことを正しいと思ってしまうんですね。行動するときは、 まさか間違ってると思うことを行動するというのはかなり大変ですので、やはりこれも正しいと思うことを行動するという、まあこういう、まあ、ある意味では当然のようなものが、癖があるわけですね。まあこれがですね、非常にあの難しいわけで、えー、本当にこう正しいということを追求するためにはですね、自分は正しいと思ってても他人が間違ってるということとかですね、 その他人が言う間違ってるということを自分が行動できるかっていうことは非常に重要なわけですね。私が実はですね、自分が間違ってると思うことに自分が全力を注ぐことができるというまあ技、一種の技ですね。まあ、心構えと言ってもいいんですけども、まあ、そういうのを身につけることができたのはまあ40歳ぐらいだったわけですね。 その頃、私はですね、あの、まあ、基礎的な科学の研究をやってたこともあってですね、自分が正しいという思うことが正しいわけではないということをよく知っておりまして、で、さらにですね、自分が正しいと思うことはほぼ間違ってるんだと、まあ、いうことを、まあ、心の底から思うようになりました。というのは、えー、基礎研究をしますとですね、えー、研究に取り掛かるときにこうだと思うことは、まず途中で間違っていることに気がつきます。そうしますと、 それまでやってきたことは無駄だったりしますね。まあ、全部が無駄ではなくて、その間違いに気がつくようなあことはやってるんですが、まあ、目的に向かっては間違ってることなわけですね。で、えー、それをこうやるとですね、えー、必ず自分は何かのトリックみたいなものにかかってしまうわけですね。まあ、自然の、まあ、私、自然科学ですから、自然が相手なんですけども、自然は私の知能よりかはるかに上なもんですから、やっぱ間違っちゃうんですね。 そうしますと、その時に、私の考えと違うことを言った人、私から見れば間違ってると思うことを言った人に従うということをしてみるとですね、また新しい道が開かれるんですよ。しかし、最初、本当の学者ではなかった私はですね、やっぱり自我意識とか、まあ、そういうのが強くてですね、まあ、つまり社会的なことが強くて、えー、自然科学には素直ではなかったですね。 自分がこう思うからっていうようなことが先立ちました。ところがだんだん、えー、研究を続けておりますとですね、まあ、自分自身の心も謙虚になり、えーえー、と自分が何に、えー、こう対してやってるかも分かってきてですね、そして非常に矛盾してるんですが、自分が間違ってると思うことに自分が全力を注ぐ。つまり、私はこれは違うんじゃないかと思う実験に全力を注ぐということができるようになりまして、まあ、それで大きく私の研究は成功したわけですね。 ま、あの、ところが、会社のような組織ではですね、真の正しさというのを日常的に決めることができないので、役割としての正しさで、まあ、日頃の運用をするというシステムを作りました。まあ、このシステムは素晴らしいんですね。私は苦しみに苦しんで、自分が間違ってると思うことに自分が力を注ぐってことができたんですが、えー、この上、上司部下という、そういうシステムを使いますとね、 上司が正しくなくても、つまり間違っていると部下が思っても、魂を屈する、つまり議論に負けることなく、上司の指示に従って行動することができる、といういわば免罪符が与えられるんですね。上司と自分が意見が異なると。自分、上司と自分の意見が異なるというのは、上司が正しいと思っていることを自分が間違っていると思い、自分が正しいと思うことを上司が間違っていると思うことなんですね。でそれで議論して、 正しいことを見つけたら実施するというんでは、もうとことん議論しなきゃいけませんし、また、えー、どうしても自分が間違っていることを認めなければならないということが起こるわけですね。ところが、上司と部下の場合簡単で、まあ、それぞれ2分間ぐらい言えばですね、あ、じゃあ意見が違いますねと。じゃあ上司の言う通りということで行動すればいいという、そういうシステムなわけですね。まあ、これは多くのところにありまして、 私は大学教授ですけども、えー、学生の答案の採点つのは非常に難しいんですよ。つまり、えー、現在の時点で学問的に正しいとされていることは私分かってるんですけども、それが千年後も正しいかどうかは分からないんです、私にはですね。ところが学生はもしかしたら千年後には正しいという回答をしてる場合があって、私は現在の正しさで採点しますから、その人に罰をつけるわけですね。 だけども、私がつけた罰という、罰はですね、0点は0点じゃないかもしれないわけですね。つまり、学問は今を否定しながら前に進みますので、今の時点で学問的なことを正しいか間違っているかということで採点すること自身がおかしいですよね。だから、そうなるとできない、採点ができないんですよ。 そこでですね、えー、ここもですね、先生と学生の間に役割としての仮の正しさっていうのを作ってですね、そして私が採点するってわけですね。上司と部下も仮の正しさですから本当の正しさはわからないんです。えー、先生と学生の間もやはりそうなんですね。 だから、あの上司は間違ってると息をまいている酒場のサラリーマンがおられるんですけども、その上司が間違ってると言ってること自体が間違ってるんですね。つまり、上司は上司が正しいと思い、自分は上司と意見が違うというわけで、どっちが正しいかはまあお釈迦さんに聞かなければわからないと、まあ、そういうことなんですね。まあ、学生も時々は、ですね先生、この答案がなんで間違ってるんですかと、息まいてくることがあるんですけども、私は、君は、 自分の答えが正しいんだと思ってるんだろうねと。そうしなきゃ回答しないからねと。だけど私はそれは間違ってると思うんだよと。これこれこういう理由でとこう一応説明しますね。だけども、本当に難しい問題っていうのは、まあ、見解が違う場合もないじゃないんですよ。まあできるだけそういう問題を出さないようにしま、するんですけどね。まあ、大学院の試験とか、まあいろいろ難しい試験ではそういうこともあり得るわけですね。まあ、場合によっては私は、まあ君の意見もかなり 正しい感じももするるけども今の学説はこうなってるんだとと、まあ、いうようなことを言う場合も、まあ、あるわけですし、ねまあ、そういうことで必ずしもこの世の中には正しいということが決着できないので従って、まあ、仮の正しさというものを置くわけですね。まあ、これの典型的なものがありまして自分が正しいと思っていないのに社会の約束がで基づいて自分は命も捨てるという偉人がおりました。 これがこの表紙の紙にも書きましたギリシャのソクラテスでありまして、えー、もちろんソクラテス自身は自分が正しいと思う行為をしたんですね。まあ、街頭で演説したっていうことなんですが、まあ、当時の法律ではそれは死刑に値するということになっておりましたので、死刑の判決を受けます、えー。弟子たちも判決を下した市民自体もですね、まあ死刑にするという法律を作ってたんだからしょうがないけど、 ソクラテスがこれほどの微罪でですね、ちっちゃな罪で死刑になるのはいくらなんでもひどいということで、話によりますと、牢獄の扉を開けておいたわけですが、ソクラテスは悪法も法なりという有名な言葉を言ってですね、弟子から毒杯を受けて自害をいたしました。まあ、この絵はソクラテスの毒杯だったかなそういう名前のついた絵画で、若い弟子がですね、顔を背けてソクラテスに毒杯を渡し、ソクラテスは 悪法も法なりと弟子たちに演説をしながらその独敗を煽るところの場面であります。え、社会に向かって何かを発言する人、指導者、学者、マスコミ、政治家などはですね、自らの言動が社会の約束、法律などに即しているかどうか、法律が自分の考えと違うときはですね、法律を守りながら改正を訴える、順法と改正の運動の二つを きちっと相手に説明することが大切なわけですね。これは、ソクラテスの独廃の話を噛み締めてもらいたいと思っています。今、福島ではかなりね、被爆による病気が発生していると言われておりますが、私が終始言ってきたのは、法律で1年1ミリシーベルトと決まっていればですね、それを守るという順法精神は極めて大切であり、それとともに、もしもですね、1年1ミリシーベルトが不適切であれば、 まあその改正を言うと、二つのことを必ず言わないとですね、法律があることを隠すとか、まあ、そういうことをしてはいけないということですね。えー、人とうまくいかないのはっていうのには、まあ、いろいろな原因があるわけですね。で、まあ、あの今日が3回目なんですけども、まあ、サラリーマン編を中心にやってまいりましたが、ここでは万能編ですね、えー。それをやりたいと思います。 え、まあ、テニスの原理っていうのは、やや万能的だったんですが、えー、三角形の原理っていうのは、ややサラリーマンに、まあ、特有のもの、まあ、特有とは言えませんが、まあ、サラリーマンに多いものでありますが、もう一つは、あどこにも適用できるようなもので、えー、自分が正しい原理というのがあるわけですね。えー、ま、人間というのは、初めて遺伝子ではなくて、頭脳で行動する動物として、まあ、このように誕生してきたわけですが、 まあ、やはり、初めての作品なもんですからね。作品つっても変ですけども、進化でできた動物でありますから、えー、少し脳に欠陥があるんじゃないかと思うんですね。まあ、その一つが、あ人間というのは自分が正しいと思うことを正しいと認識するということと、まあ、自分が正しいと思うことを行動するということなんですね。まあ、これ当然とも言えるんですが、大脳がありますからね。自分で考えて、これが正しいと思うことが正しいと思ってしまうんですね。 間違ってても、自分の頭で正しいと思ったことを正しいと思ってしまうんですね。行動するときは、まさか間違ってると思うことを行動するというのはかなり大変ですので、やはりこれも正しいと思うことを行動するという、まあこういう、まあ、ある意味では当然のようなものが、癖があるわけですね。まあこれがですね、非常にあの難しいわけで、えーまあ、本当にこう正しいということを追求するためにはですね、 自分は正しいと思ってても他人が間違ってるということとかですね。その他人が言う間違ってるということを自分が行動できるかっていうことは非常に重要なわけですね。私が実はですね、自分が間違ってると思うことに自分が全力を注ぐことができるというまあ技、一種の技ですね。まあ、心構えと言ってもいいんですけども、まあ、そういうのを身につけることができたのはまあ40歳ぐらいだったわけですね。 その頃、私はですね、あの、まあ、基礎的な科学の研究をやってたこともあってですね、自分が正しいという思うことが正しいわけではないということをよく知っておりまして、で、さらにですね、自分が正しいと思うことはほぼ間違ってるんだと、まあ、いうことを、まあ、心の底から思うようになりました。というのは、えー、基礎研究をしますとですね、えー、研究に取り掛かるときにこうだと思うことは、まず途中で間違っていることに気がつきます。そうしますと、 それまでやってきたことは無駄だったりしますね。まあ、全部が無駄ではなくて、その間違いに気がつくようなことはやってるんですが、まあ、目的に向かっては間違ってることなわけですね。で、えー、それをこうやるとですね、えー、必ず自分は何かのトリックみたいなものにかかってしまうわけですね。まあ、自然の、まあ、私、自然科学ですから、自然が相手なんですけど自然は私の知能よりかはるかに上なもんですから、やっぱ間違っちゃうんですね。 そうしますと、その時に、私の考えと違うことを言った人、私から見れば間違ってると思うことを言った人に従うということをしてみるとですね、また新しい道が開かれるんですよ。しかし、最初、本当の学者ではなかった私はですね、やっぱり自我意識とか、まあ、そういうのが強くてですね、まあ、つまり社会的なことが強くて、えー、自然科学には素直ではなかったですね。 自分がこう思うからっていうようなことが先立ちました。ところがだんだん研究を続けておりますとですね、自分自身の心も謙虚になり、自分が何に対してやってるかも分かってきてですね、そして非常に矛盾してるんですが、自分が間違ってると思うことに自分が全力を注ぐ。つまり、私はこれは違うんじゃないかと思う実験に全力を注ぐということができるようになりまして、それで大きく私の研究は成功したわけですね。 ま、あの、ところが、会社のような組織ではですね、真の正しさというのを日常的に決めることができないので、役割としての正しさで、まあ、日頃の運用をするというシステムを作りました。まあ、このシステムは素晴らしいんですね。私は苦しみに苦しんで、自分が間違ってると思うことに自分が力を注ぐってことができたんですが、えー、この上、上司部下という、そういうシステムを使いますとね、 上司が正しくなくても、つまり間違っていると部下が思っても、魂を屈する、つまり議論に負けることなく、上司の指示に従って行動することができる、といういわば免罪符が与えられるんですね。上司と自分が意見が異なると。自分、上司と自分の意見が異なるというのは、上司が正しいと思っていることを自分が間違っていると思い、自分が正しいと思うことを上司が間違っていると思うことなんですね。でそれで議論して、 正しいことを見つけたら実施するというんでは、もうとことん議論しなきゃいけませんし、また、えー、どうしても自分が間違っていることを認めなければならないということが起こるわけですね。ところが、上司と部下の場合は簡単で、まあ、それぞれ2分間ぐらい、まあ、言えばですね、あ、じゃあ意見が違いますねと。じゃあ上司の言う通りということで行動すればいいという、そういうシステムなわけですね。まあ、これは多くのところにありまして、 私は大学教授ですけども、えー、学生の答案の採点というのは非常に難しいんですよ。つまり、えー、現在の時点で学問的に正しいとされていることは私分かってるんですけども、それが千年後も正しいかどうかは分からないんです、私にはですね。ところが学生はもしかしたら千年後には正しいという回答をしている場合があって、私は現在の正しさで採点しますから、その人に罰をつけるわけですね。 だけど私がつけた罰という、罰はですね、0点は0点じゃないかもしれないわけですね。つまり、学問は今を否定しながら前に進みますので、今の時点で学問的なことを正しいか間違っているかということで採点すること自身がおかしいですよね。だから、そうなるとできない、採点ができないんですよ。 そこでですね、えー、ここもですね、先生と学生の間に役割としての仮の正しさっていうのを作ってですね、そして私が採点するってわけですね。上司と部下も仮の正しさですから本当の正しさはわからないんです。えー、先生と学生の間もやはりそうなんですね。 だから、あの上司は間違ってると息をまいている酒場のサラリーマンがおられるんですけども、その上司が間違ってると言ってること自体が間違ってるんですね。<laughs> つまり、上司は上司が正しいと思い、自分は上司と意見が違うというわけで、どっちが正しいかはまあお釈迦さんに聞かなければわからないと、まあ、そういうことなんですね。まあ、学生も時々はですね、先生、この答案をなんで間違ってるんですかと、息まいてくることがあるんですけども、私は、君は。 自分の答えが正しいんだと思ってるんだろうねと。そうしなきゃ回答しないからねと。だけど私はそれは間違ってると思うんだよと。これこれこういう理由でとこう一応説明しますね。だけども本当に難しい問題っていうのは、まあ、見解が違う場合もないじゃないんですよ。まあ、できるだけそういう問題を出さないようにしま、するんですけどね。まあ、大学院の試験とか、まあいろいろ難しい試験ではそういうこともあり得るわけですね。まあ、場合によっては私は、まあ君の意見もかなり 正しい感じももするるけども今の学説はこうなってるんだとというようなことを言う場合もあるわけですし、ね、そういうことで必ずしもこの世の中には正しいということが決着できないので従って仮の正しさというものを置くわけですね。これの典型的なものがありまして自分が正しいと思っていないのに社会の約束で基づいて自分は命も捨てるという偉人がおりました。 これがこの表紙の紙にも書きましたギリシャのソクラテスでありまして、えー、もちろんソクラテス自身は自分が正しいと思う行為をしたんですね。まあ、街頭で演説したってことなんですが、まあ、当時の法律ではそれは死刑に値するということになっておりましたので、死刑の判決を受けます、えー。弟子たちも判決を下した市民自体もですね、まあ死刑にするという法律を作ってたんだからしょうがないけど、 ソクラテスがこれほどの微罪でですね、ちっちゃな罪で死刑になるのはいくらなんでもひどいということで、話によりますと、牢獄の扉を開けておいたわけですが、ソクラテスは悪法も法なりという有名な言葉を言ってですね、弟子から毒杯を受けて自害をいたしました。まあ、この絵はソクラテスの毒杯だったかなそういう名前のついた絵画で、若い弟子がですね、顔を背けてソクラテスに毒杯を渡し、ソクラテスは 悪法も法なりと弟子たちに演説をしながらその独敗を煽るところの場面であります。え、社会に向かって何かを発言する人、指導者、学者、マスコミ、政治家などはですね、自らの言動が社会の約束、法律などに即しているかどうか、法律が自分の考えと違うときはですね、法律を守りながら改正を訴える、順法と改正の運動の二つを、 きちっと相手に説明することが大切なわけですね。これは、ソクラテスの独廃の話を噛み締めてもらいたいと思っています。今、福島ではかなりね、被爆による病気が発生していると言われておりますが、私が終始言ってきたのは、法律で1年1ミリシーベルトと決まっていればですね、それを守るという順法精神は極めて大切であり、それとともに、もしもですね、1年1ミリシーベルトが不適切であれば、 まあその改正を言うと、二つのことを必ず言わないとですね、法律があることを隠すとか、まあ、そういうことをしてはいけないとで。若い弟子がですね、顔を背けてソクラテスに毒配を渡し、ソクラテスは悪法も法なりと弟子たちに演説をしながらその毒配を煽るところの場面であります、えー。社会に向かって何かを発言する人、指導者、学者、マスコミ、まあ、政治家などはですね、 自らの言動が社会の約束、法律などに即しているかどうか。法律が自分の考えと違うときはですね、法律を守りながら改正を訴える。順法と改正の運動の二つをきちっと相手に説明することが大切なわけですね。これはソクラテスの独廃の話を噛み締めてもらいたいと思っています。今、 福島ではかなりね、被爆による病気が発生していると言われておりますが、私が終始言ってきたのは、法律で1年1ミリシーベルトと決まっていればですね、それを守るという順法精神は極めて大切であり、それとともにもしもですね、1年1ミリシーベルトが不適切であれば、その改正を言うと、二つのことを必ず言わないとですね、法律があることを隠すとか、そういうことをしてはいけないと。 ということですね、えー。人とうまくいかないのはっていうのには、まあ、いろいろな原因があるわけですね。で、まあ、あの、今日が3回目なんですけども、まあ、サラリーマン編を中心にやってまいりましたが、ここでは万能編ですね、えー。それをやりたいと思います、えーまあ。テニスの原理っていうのは、やや万能的だったんですが、 三角形の原理っていうのは、ややサラリーマンに、まあ、特有のもの、まあ、特有とは言えませんが、まあ、サラリーマンに多いものでありますが、もう一つはあ、どこにも適用できるようなもので、自分が正しい原理というのがあるわけですね。 えまあ人間というのは初めて遺伝子ではなくて頭脳で行動する動物としてまあこのように誕生してきたわけですがまあやはり初めての作品なもんですからね作品つっても変ですけども進化でできた動物でありますからえ少し脳に欠陥があるんじゃないかと思うんですねまあその一つが人間というのは自分が正しいと思うことを正しいと認識するということとまあ自分が正しいと思うことを行動する まあこれ当然とも言えるんですが、大能がありますからね、自分で考えて、これが正しいと思うことが正しいと思ってしまうんですね。間違ってても、自分の頭で正しいと思ったことを正しいと思ってしまうんですね。行動するときは、まさか間違ってると思うことを行動するというのはかなり大変ですので、やはりこれも正しいと思うことを行動するという、まあ、こういうまあ,ある意味では当然のようなものが、癖があるわけですね。 まあこれがですね、非常にあの難しいわけで、えーまあ、本当にこう正しいという話ですよね。だから、そうなるとできない、採点ができないんですよ。そこでですね、えー、ここもですね、先生と学生の間に役割としての仮の正しさっていうのを作ってですね、そして私が採点するってわけですね。上司と部下も仮の正しさですから本当の正しさはわからないんです、えー。先生と学生の間もやはりそうなんですね。 だから、あの上司は間違ってると息を巻いている酒場のサラリーマンがおられるんですけども、その上司が間違ってると言ってること自体が間違ってるんですね。<laughs> つまり、上司は上司が正しいと思い、自分は上司と意見が違うというわけで、どっちが正しいかは、まあ、お釈迦さんに聞かなければわからないと、まあ、そういうことなんですね。まあ、学生も時々はですね、先生、この答案がなんで間違ってるんですかと、息まいてくることがあるんですけども、私は、君は、 自分の答えが正しいんだと思ってるんだろうねと、そうしなきゃ回答しないからねと。だけど私はそれは間違ってると思うんだよと、これこれこういう理由でとこう一応説明しますね。だけども、本当に難しい問題っていうのは、まあ、見解が違う場合もないじゃないんですよ。まあ、できるだけそういう問題を出さないようにし、ま、するんですけどね。まあ、大学院の試験とか、まあ、いろいろ難しい試験ではそういうこともあり得るわけですね。まあ、場合によっては私は、まあ、君の意見もかなり、 正しい感じもするけども今の学説はこうなってるんだと、まあ、いうようなことを言う場合も、まあ、あるわけですね。あのまあ、そういうことで必ずしもこの世の中には正しいということが決着できないので従って、まあ、仮の正しさというものを置くわけですね。まあ、これの典型的なものがありまして自分が正しいと思っていないのに社会の約束がで基づいて自分は命も捨てるという偉人がおりました。 これがこの表紙の紙にも書きましたギリシャのソクラテスでありましてえ、もちろんソクラテス自身は自分が正しいと思う行為をしたんですね。まあ、街頭で演説したってことなんですが、まあ、当時の法律ではそれは死刑に値するということになっておりましたので、死刑の判決を受けます、えー。弟子たちも判決を下した市民自体もですね、まあ死刑にするという法律を作ってたんだからしょうがないけど、 ソクラテスがこれほどの微罪でですね、ちっちゃな罪で死刑になるのはいくらなんでもひどいということで、話によりますと牢獄の扉を開けておいたわけですが、ソクラテスは悪法も法なりという有名な言葉を言ってですね、弟子から毒杯を受けて自害をいたしました。まあ、この絵はソクラテスの毒杯だったかなそういう名前のついた絵画で、若い弟子がですね、顔を背けてソクラテスに毒杯を渡し、ソクラテスは 悪法も法なりと弟子たちに演説をしながらその特敗を煽るところの場面であります。社会に向かって何かを発言する人、指導者、学者、マスコミ、政治家などはですね、自らの言動が社会の約束、法律などに即しているかどうか、それをこうやるとですね、必ず自分は何かのトリックみたいなものにかかってしまうわけですね。まあ自然の、まあ私、 自然科学ですから、自然が相手なんですけど自然は私の知能よりかはるかに上なもんですから、やっぱ間違っちゃうんですね。そうしますと、その時に私の考えと違うことを言った人、私から見れば間違ってると思うことを言った人に従うということをしてみるとですね、また新しい道が開かれるんですよ。しかし、最初、本当の学者ではなかった私はですね、 やっぱり自害意識とか、まあ、そういうのが強くてですね、まあ、つまり社会的なことが強くて、えー、自然科学には素直ではなかったですね。自分がこう思うからっていうようなことが先立ちました。ところがだんだん、えー、研究を続けておりますとですね、まあ、自分自身の心も謙虚になり、えーえー、と自分が何に、えー、こう対してやってるかもわかってきてですね、そして非常に矛盾してるんですが、自分が間違ってると思うことに自分が全力を注ぐ。つまり 私はこれは違うんじゃないかとも実験に全力を注ぐということができるようになりまして、それで大きく私の研究は成功したわけですね、まああの。ところが会社のような組織ではですね、真の正しさというのを日常的に決めることができないので、役割としての正しさで、まあ、日頃の運用をするというシステムを作りました。このシステムは素晴らしいんですね。 私は苦しみに苦しんで自分が間違ってると思うことに自分が力を注ぐってことができたんですが、この上司部下というそういうシステムを使いますとね、上司が正しくなくても、つまり間違っていると部下が思っても、魂を屈する、つまり議論に負けることなく上司の指示に従って行動することができるといういわば免罪符が与えられるんですね。上司と自分が意見が異なると。 自分、上司と自分の意見が異なるというのは上司が正しいと思っていることを自分が間違っていると思い、自分が正しいと思うことを上司が間違っていると思うことなんですね。それで議論して正しいことを見つけたら実施するというんではもうとことん議論しなきゃいけませんし、また、えー、どうしても自分が間違っていることを認めなければならないということが起こるわけですね。ところが上司と部下の場合簡単で、 まあ、それぞれ2分間ぐらい、まあ言えばですね、あじゃあ意見が違いますねと。じゃあ上司の言う通りということで行動すればいいという、そういうシステムなわけですね。まあこれは多くのところにありまして、私は大学教授ですけども、えー、学生の答案の採点というのは非常に難しいんですよ。つまり、えー、現在の時点で学問的に正しいとされていることは私分かってるんですけども、 それが千年後も正しいかどうかは分からないんです。私にはですね。というようになりました。というのは、えー、基礎研究をしますとですね、えー、研究に取り掛かるときにこうだと思うことは、まず途中で間違っていることに気がつきます。そうしますと、それまでやってきたことは無駄だったりしますね。まあ、全部が無駄ではなくて、その間違いに気がつくようなことはやってるんですが、まあ、目的に向かっては間違っていることなわけですね。 で、えー、それをこうやるとですね、えー、必ず自分は何かのトリックみたいなものにかかってしまうわけですね。まあ自然の、まあ私、自然科学ですから、自然が相手なんですけども、自然は私の知能よりかはるかに上なもんですから、やっぱ間違っちゃうんですね。そうしますと、その時に私の考えと違うことを言った人、私から見れば間違ってると思うことを言った人に従うということをしてみるとですね、 また新しい道が開かれるんですよ。しかし最初、本当の学者ではなかった私はですね、やっぱり自我意識とか、まあそういうのが強くてですね、まあつまり社会的なことが強くて、えー、自然科学には素直ではなかったですね。自分がこう思うからっていうようなことが先立ちました。ところがだんだん、えー、研究を続けておりますとですね、 自分自身の心も謙虚になり、ええっと、自分が何に、えー、こう対してやってるかも分かってきてですね、そして非常に矛盾してるんですが、自分が間違ってると思うことに自分が全力を注ぐ。つまり、私はこれは違うんじゃないかと思う実験に全力を注ぐということができるようになりまして、まあ、それで大きく私の研究は成功したわけですね。まあ、あのところが、会社のような組織ではですね、 真の正しさというのを日常的に決めることができないので、役割としての正しさで、まあ、日頃の運用をするというシステムを作りました。まあ、このシステムは素晴らしいんですね。私は苦しみに苦しんで自分が間違っていると思うことに自分が力を注ぐということができたんですが、えー、この上,上司部下というそういうシステムを使いますとね、上司が正しくなくても、つまり間違っていると部下が思っても、 魂を屈する。つまり、議論に負けることなく、上司の指示に従って行動することができる。という、いわば免罪符が与えられるんですね。上司と自分が意見が異なると。自分、上司と自分の意見が異なるというのは、上司が正しいと思っていることを自分が間違っていると思い、自分が正しいと思うことを上司が間違っていると思うことなんですね。それで議論して、 正しいことを見つけたら実施するというんでは、もうとことん議論しなきゃいけませんし、また、えー、どうしても自分が間違っていることを認めなければならないということが起こるわけですね。ところが、上司と部下の場合簡単で、まあ、それぞれ2分間ぐらい、まあ言えばですね、あ、じゃあ意見が違いますねと、じゃあ,じゃあ話をかみ締めてもらいたいと思っています。今、福島ではかなりね、被爆による病気が発生していると言われておりますが、 私が終始言ってきたのは、法律で1年1ミリシーベルトと決まっていればですね、それを守るという順法精神は極めて大切であり、それとともにもしもですね、1年1ミリシーベルトが不適切であれば、その改正を言うと、二つのことを必ず言わないとですね、法律があることを隠すとか、そういうことをしてはいけないと。 ということですね、えー。人とうまくいかないのはっていうのには、まあ、いろいろな原因があるわけですね。で、まあ、あの、今日が3回目なんですけども、まあ、サラリーマン編を中心にやってまいりましたが、ここでは万能編ですね、えー。それをやりたいと思います、えーまあ。テニスの原理っていうのは、やや万能的だったんですが、 三角形の原理っていうのは、ややサラリーマンに、まあ、特有のもの、まあ、特有とは言えませんが、まあ、サラリーマンに多いものでありますが、もう一つはあ、どこにも適用できるようなもので、自分が正しい原理というのがあるわけですね。 えまあ人間というのは初めて遺伝子ではなくて頭脳で行動する動物としてまあこのように誕生してきたわけですがまあやはり初めての作品なもんですからね作品つっても変ですけども進化でできた動物でありますからえ少し脳に欠陥があるんじゃないかと思うんですねまあその一つが人間というのは自分が正しいと思うことを正しいと認識するということとまあ自分が正しいと思うことを行動する まあこれ当然とも言えるんですが、大能がありますからね、自分で考えて、これが正しいと思うことが正しいと思ってしまうんですね。間違ってても、自分の頭で正しいと思ったことを正しいと思ってしまうんですね。行動するときは、まさか間違ってると思うことを行動するというのはかなり大変ですので、やはりこれも正しいと思うことを行動するという、まあ、こういう、まあ、ある意味では当然のようなものが、癖があるわけですね。 これがですね、非常に難しいわけで、えー、本当にこう正しいということを追求するためにはですね、自分は正しいと思ってても他人が間違ってるということとかですね、その他人が言う間違ってるということを自分が行動できるかということは非常に重要なわけですね。 私が実はですね、自分が間違ってると思うことに自分が全力を注ぐことができるという、まあ、技、一種の技ですね。まあ、心構えと言ってもいいんですけども、まあ、そういうのを身につけることができたのは、まあ、40歳ぐらいだったわけですね。まあ、その頃、私はですね、あの、まあ、基礎的な科学の研究をやってたこともあってですね、自分が正しいという、思うことが正しいわけではないということをよく知っておりまして、で、さらにですね、